今回は、高橋克彦の短編集、お神戸にエゴ読みから、願い鈴を、朗読します。なの？見違えたわ。柳橋一の売れっ子芸者だったあのお幸ちゃんがね、おはぐろして眉まで剃って、どこからどう見ても立派な武家の奥方様だわ。いやね、おしずちゃん、恥ずかしいからそんなにしげしげ見ないでよ。奉行所の貧乏同心と夫婦になると聞いた時はなんて物好きかと思ったけど、その千葉一の神様が今じゃ200石取りの吟味方筆頭与力。このお屋敷だって大した広さじゃない？柳橋の仲間はみんなお幸ちゃんにあやかりたいっていつも噂してるのよ。芸者してた頃の方が気楽でよかったわ。今日だって来客が十数人も。旦那様は奉行所だから応対は全部私の仕事。筆頭与力の家ともなれば客が多くて当然よ。ことに吟味方は罪人の処罰を決める役目。客だって手ぶらではすごいんでしょ、付け届けの数も。それなら一切断ってるわ。旦那様がお嫌いだから。もったいない。せっかくの役得なのに。銭を受け取っても吟味を手加減しなきゃいいじゃない。役人への付け届けなんて世の習いよ。今はご老中松平定信様がご改革の最中なのよ。私も旦那様のお考えは正しいと心得てるわ。堅物だもんね、船場の旦那は。ま、お幸ちゃんもその気真面目なとこに惚れたんでしょうけど。さあどうかしら。それより今日はどうしたの？お参りのついで。実はおすずちゃんのことで相談が。何か聞いてる？いいえ、何も。おととい銀蔵親分に引っ立てられちまったの、人殺しの疑いで。まさか。おすずちゃんはまだ12なのよ。嘘じゃないわ。だからみんなが心配して、こうなればお幸ちゃんにすがるしかないと。殺されたのは誰？太鼓持ちの源次郎さん。あのゲジゲジ野郎。やっぱり何かの間違いよ。おすずちゃんにあんな大男殺せるわけが。私もそう思うんだけど、源次郎の手に鈴が握られてたっていうのよ。鈴ってあの錦で包んだ二つの鈴のこと？ええ。それにおすずちゃんは源次郎の財布まで持ってたそうよ。銀蔵親分にだって何一つ弁解せず捕まったとか。まあ源次郎のやつがおすずちゃんに何か悪さしたせいに決まってる。おすずちゃんに罪はない。お知らせに行って柳橋のみんなで訴えたっていい。おすずちゃんは私らの子供と一緒なんだ。あの子が幸せになればいいと思ってずっと可愛がってきた。わかったわ。お父様に相談してみる。お父様って千葉様の？ええ。今は隠居されてこの屋敷の別棟に。昔はやり手の同心だったお方だから、きっと何かいい知恵を。大丈夫。義理の父だけど、私には本当によくしてくれるの。もちろん、旦那様にも話してくれると思う。
死んだ男の手の中に鈴がね。二つの鈴を錦で包んだもので、柳橋じゃ誰もがお鈴ちゃんの持ち物と知ってます。身寄りのないお鈴ちゃんの境遇を憐れんだ芸者の一人が、願掛けで有名な神社から買って与えたんです。お鈴ちゃんはいつもそれを帯に挟んで、花やおみくじを売ってました。難しい相談だの。鈴と財布という確かな証がある上、当人が素直に縄を受けたとなれば、人殺しは死罪を免れぬ。なんぼ父親のわしが頼んだとて、一の心は聞かぬであろう。でも、お鈴ちゃんはそんなことをする子では。お鈴は良い娘だと、芸者らが口を揃えても、お知らせでは通用せぬぞ。その源次郎とやらがお鈴に悪さを仕掛けたのを見た者でもおらんとな。本当にしっかりしたいい子なんです。自分を捨てた母親を恨みもせず探し歩いてました。柳橋には遠ぐらいの頃から神社や巻小屋に寝泊まりして一人で生きているんですよ。花だって道端に咲いていた雛菊やレンゲ草を摘んで。お鈴は何故柳橋に落ち着いたのだ。母親が柳橋で芸者をしていたらしいと、それを聞かされてみんながあの子を可愛がるように、やむなく自分の子を里子に出している芸者も大勢いるんです。だからお鈴ちゃんは自分の子も同然だと。誰か引き取ってやろうというものはなかったのか。あの子の方で断りました。どうしても母親を見つける気だったのか。けなげだの。それにこの一件少し妙ではないでしょうか。いくら幼いとはいえ盗んだ財布をそのままにしておくなんて。確かに、まあ、普通なら銭だけ取って財布は捨てる。鈴だってそう。大事にしてたんですから、なくせばすぐ気づきましょう。その場から逃れる前に探し回るはずです。そうすれば手の中の鈴を探し当てるか。だがたまたま転がっていた死骸から財布を抜き取っただけなら手に鈴が残るわけがない。合点がいかぬとはいえ、肝心のお鈴が何も話さぬではどうしようもあるまい。私がお鈴ちゃんに問いただすわけには。顔見知りの私になら本当のことを。無理じゃ。いかに一之進が吟味方を仕切っているとは申せ、それは許されぬ。ではどうしたら。奉行所に昔の配下がおる。詳細を調べさせてみよう。その上で不審があれば一之進にも話す。本当でございますか。その代わりそなたはまだ一之進に何も言わないでいてくれ。はい。一之進は吟味方筆頭与力を命ぜられたばかり、道場混じりの疑いに巻き込むわけにはいくまいて。調べを頼んだ者の配下がこの書きつけを届けてよこした。調書の要点が逐一書き写してある。そのお顔では何か。この一件そもそも殺しではないかもしれぬ。と言いますと。源次郎の死骸は平右衛門町の川土手に転がっていた。
水をかぶった様子があり、外傷が見当たらぬゆえ見聞に回されておる。では、自分で誤って川に落ちたと？なんとか這い上がってから絶命したようだ。お鈴が捕らえられたのも、あくまで二つの鈴と財布のせい、殺しと決めつけてのことではない。だが、お鈴が固く口を閉ざしておるので調べが進まぬとか。さようでございましたか。これで当人の過ちによる溺死と定まれば、お鈴の罪は盗みだけとなる。なれど、財布から出てきたのは小粒で三両余り。まあそんなに。大金ゆえ軽い罪とはなるまい。二年やそこら牢に入れられることも。にしても、源次郎というものよほど金回りのいい男であったようだの。そんなはずは。いつも下品なたかりをしてお客に毛嫌いされておりました。それでよく太鼓持ちが務まるな。源次郎と古い付き合いの先輩芸者たちが客に頭を下げて座敷に呼んでもらってました。どうも源次郎に弱みを握られてたらしくて。口止め料代わりに仕事を回してやっていたと。そればかりか、方々で借金を重ねていたはずです。ではその三両も後ろ暗い銭ということか。お鈴という娘、頭の働きはどうじゃ。利発な子です。でなければ道端の花を摘んで売るという知恵など。花もおみくじの紙できれいに結んでおりました。その紙だって神社の枝に結ばれてたものを使って。占い付きの花か。ほう、面白い。どちらもただで手に入る。酔っ払い相手なら十分商売となろう。しかも買ってくれたお客に喜んでもらおうと、すべて吉と出る占いばかり。なるほどな。枝からそんなおみくじばかり集めたということか。はい。賢い人間は財布ごと盗まぬものだ。抜き取るにしても、銭をいくらか残しておけば盗まれたと気づかれぬ。お鈴が利発と申すなら必ずそうしたに違いない。ええ。ですから、これには何か深いわけが。お鈴は、わざと財布を奪って隠しもせずにいたのかもな。でも、何のためにでしょう。それを突き止めるのは、お香の役目。古巣の柳橋のことであれば、いくらも調べようがあろう。昔なじみのお静の家に腰を据え、探りを入れるのだ。当家のご迷惑とはなりませぬか。心配ない。お歯黒をやめ、眉をかけば、武家の女房とは滅多に悟られまい。やっぱり柳橋はいいわね、おしずちゃん。芸者してた頃に戻ったみたい。何よ、のんきに。私の方はあちこち聞いて回って大変だったんだから。何か分かったの？それがね、どうやらおすずちゃんはおっかさんを見つけたらしいのよ。誰なのそれ？お京姉さんよ。本当に？少なくともおすずちゃんはそう思い込んでいたみたい。お京姉さんの姿を見かけると嬉しそうに挨拶してたというわ。挨拶ぐらい誰にでもするでしょ。私らにするのとは全然別。ついて行きたそうにすがるような顔でいつも見てたそうよ。お京姉さんが産んだとすれば12年前のことでしょ。その頃姉さんはもう芸者に出てたのよ。子供ができたんならみんなが知ってるわ。何かの勘違いよ。勘違いだとすると、あの鈴のせいかしら。あげたのはお京姉さんだそうだから。でも、確かにお京姉さんには子供があるって噂が。お紅ちゃんも聞いてるでしょ？あれは、たかだか5年前の話よ。病気で三月ほど仕事を休んだから、子供を産むため姿を隠したんだろうって。でも、お鈴ちゃんが思い込んだのは、その噂のせいよ。だけど、それなら私にも責任があるかも。どういうこと？前に鈴を見せてもらった時、大きさに大小があったんで親子鈴だって教えたの。
親子がこうして一つになれるようにと願いが込められているのよって。おすずちゃんは別の意味にとったんだわ。お京姉さんが打ち明けられない代わりに親子鈴をくれたんだと。けどなんでお京姉さんに母親かどうか尋ねてみなかったのかしら。お京姉さん近々芸者を辞めて柳橋を離れるそうよ。旅籠町の商人宿の旦那に見初められてね。大きなお子さんが二人もいるとこだって。それをおすずちゃんは承知なの？知らないはずないわ。いつもお京姉さんのことを気にかけてたんだから。お京姉さんが子供のいる家に嫁入りすれば自分との縁がすっかり切れる。だから聞けなかったのね。自分のことよりお京姉さんの幸せを考えて。源次郎の件はどうやら出来しと定まった。酒に酔いおぼつかぬ足取りで歩いていたのを見た者がいる。慌てて川から這い上がったものの息を詰まらせて死んだということだ。手の中にあった鈴は？まだ息のあるうちに死んだと思い込んでお鈴が近づいたのかもしれぬ。それでもみ合いとなった。番屋の連中はそう見ている。でもどうしておすずちゃんはあんな寂しい土手なんかにいたんでしょう。お花を買ってくれるお客もいないでしょうに。それはわしにもわからん。源次郎が酒を飲んだ店はどこです？両国のうなぎ屋だ。源次郎の懐に店の内裏の真新しい手ぬぐいがあった。調べたところ確かに色っぽい女と2階の部屋で待ち合わせていたと。それで機嫌よく酒が進んだのであろう。色っぽい女って？お京という芸者だろうな。まさか源次郎とお京姉さんが訳ありの中だなんて一度も聞いた覚えは。訳ありでなくとも人目をはばかる話の時はそういう場所を使おう。お鈴の不可解な行動の裏にはお京が絡んでいるとしか思えぬ。揺すられてたってことですか？おそらくな。お京がお鈴に母親と見込まれたことと関わりがあるはず。金になると踏んで源次郎がお京に揺さぶりをかけた。三両の金はきっとそれよ。お久しぶりですね、お京姉さん。お紅ちゃん。ごめんなさい、神社の境内なんかに呼び出したりして。でもここだと他に人がいないから。何なの用事ってのは。どうぞ打ち明けておくんなさいな。このままじゃおすずちゃんが大変なことに。おすずちゃん、私が何をしたと。大体は分かったつもりです。姉さんは気づいてなかったらしいけど、おすずちゃんは姉さんを本当のおっかさんだと信じてた。それでずっと姉さんの後をつけてたんです。え？源次郎と両国のうなぎ屋に上がったこともね。おすずちゃんも源次郎が悪いやつだってのは知っている。だから姉さんの身を案じてうなぎ屋から出てくるのを外で待っていた。
まさか。だってあれは、お鈴ちゃんが土手まで行ったのは姉さんが源次郎と一緒だったからです。そしたら姉さんと源次郎が喧嘩になった。気の強い姉さんのことだもの、源次郎なんかの好きにさせないという気持ちだったんでしょ。当たり前じゃないか。私に子供がいるって噂を耳にして、祝言の邪魔をされたくなかったら金を出せと、三両で済むならと目をつむったのに、源次郎のやつはさらに十両無心したんだよ。膝を蹴りつけてやったら勝手に川へはまり込んだんだ。あんな野郎、助けてやる気もないからそのまま立ち去ったのさ。それがまさか死んじまうなんて。けどお鈴ちゃんはそう思わなかった。てっきり姉さんが殺したものと。近づいてみたら本当に死んでいる。だからお鈴ちゃんは源次郎の手に自分の鈴を握らせて財布を抜き取った。けど何のためにお鈴ちゃんがそんな真似を。姉さんをかばうために決まってるじゃありませんか。あの鈴を手がかりに役人が来て財布が見つかればお鈴ちゃんのしでかしたことになる。姉さんの幸せをお鈴ちゃんは必死で守ろうとしたんです。お鈴ちゃんが何も喋らないのはそのためですよ。だってたった今まで知らなかったんだよ。お鈴ちゃんが私をおっかさんだと思い込んでたなんて。それでもひどいじゃありませんか。本当にお鈴ちゃんが財布を盗んだと思ってたんでしょうが、初めは人殺しの疑いまでかけられていたんですよ。姉さんが名乗り出て、あれはこれこれだったと番屋で打ち明けてくれたら。あの子が私なんかのために人殺しの罪を。なのに私は知らぬふりを。一緒に番屋へ行ってくれますね。ええ。いや、めでたしめでたしだ。お鈴は無事放免されたぞ。お京とやらにもお咎めはないそうだ。お鈴ちゃんのことなんですけど。ん？この屋敷に下働きとして置いてあげるわけにはいかないでしょうか。柳橋みたいな場所で働かせるには幼すぎます。それにここにいれば母親を探す手がかりも得やすいでしょうし。そうだな。お鈴は頭がよく働く。存外広いものかもしれぬ。一之進が戻ってきたら頼んでやろう。ありがとうございます。一之進も反対はできぬさ。無実の罪で幼い子供を何日も牢に押し込めたんだからな。まったく、ちょいと考えれば妙な一件と分かりそうなものだろうに。筆頭与力と言ってもまだまだ童心だったわしの足元には及ばぬ。今夜はこっぴどく意見してやらねばと思っていたところだ。まあ、お父様ったら。Thank you.
の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。